んにちは、ラッキーです。今日は皆さんにご報告があってこの動画を撮らせていただいています。動画にもたびたび登場していた犬の風太くんですが、本日3月2日、お昼の2時過ぎにですね、天国へと旅立ちました。死因は進行性のがんでした。で、経緯を説明させてもらうと、1月にですね、もともとちょっとこう咳をする、癖というか症状があったんですけども、それが少し悪化してですね、病院に連れて行ったところ、最初の検査では異常はなかったんですが、その翌週の検査というか病院に行った時にですね、少し左肩にしこりのようなものがありました。背中にも少し怪しいしこりのようなものがあったんですけども、その時はちょっと何かは判断できなかったので、少し大きな病院で見てもらったところ、もうすでにリンパにも転移していて、なかなか手術をしたり、薬による治療でちょっと回復の見込みは難しいと言われるように言われまして、残念ながらもほとんど積極的な治療がすることができずにですね、今日を迎えたんですけども、風太年が7歳でした。まだね、全然若い年齢なんですけども、うちに来た経緯は、ある保護団体からですね、保護された犬として、まだ生後3ヶ月ぐらいの時に我が家でやってきました。本当ね、もう可愛い真っ白な子犬で、もう誰にでも愛想よくですね接してくれて、もう本当にね、頭のいい犬でした。来てくださるお客様にですね、こう愛想をちゃんと振りまいたり、お出迎えしてくれたりですね、本当うちのスタッフの一人として頑張ってくれました。で、子どもたちにも、保護者の方にも本当に愛された犬で、ご近所の方もわざわざ会いに来てくれたりですね、本当に賢くて可愛くて、たくさん思い出を残してくれた犬でした。こう命を、馬にしてもですね、命を扱ってる、こういうことをしている以上ですね、いろんな別れを経験しなきゃいけないんですけども、やっぱ慣れるもんじゃないですね。で、その大きな病院に行った時にですね、獣医さんにこう検査をしてもらう時に、獣医さんに言われたのが、本当に我慢強くて協力的な犬ですねと褒めていただきました。
もう本当そんな犬でしたね。まあ、ちょっと思い出をね語ると語りきれないんですけども、まあ、ただね、まあ、このことから学ばなきゃいけないのは、まあ、今ある日常ですよね。今ある日常、今日がですね明日必ず来るとは、今日の日常が明日必ず来るとは限らないということをすごくね学ばさせてもらいました。まあ、それは人にも言えることだと思うんですけども、今日当たり前にしていたことが突然明日そうじゃなくなるってことはですね、本当大いにあり得ることだなと思っていて、やっぱりねこの一日一日を丁寧に大切に生きることのね大事さを風太から教えてもらったと思います。で最後になりますが、まあ、風太を愛してくださったたくさんの方々、メンバーの子どもたち、そして今動画を見てくださってる視聴者の皆さん、本当にね風太を愛してくれてありがとうございました。いろんな思いはあるんですけども、動画の投稿はね引き続き続けていきたいと思っています。もう風太にはね感謝しかありません。いろんなことを学ばさせてくれて、来てくれたことを本当に心から感謝しています。風太にもありがとうと言いたいです。そしてね天国でも穏やかに過ごしてもらいたいなと思います。ちょっとまとまりのない話になってしまいましたが、皆さんにご報告をさせていただきました。ありがとうございました。